おい。いやあ、ねえ、マウ族の長い因縁の中で今回のクーデターを起こしたのは分かった。でもこれ以上二つのニャウ族とマウ族の争いはここで終わりにする。お前みたいなお坊ちゃんに何が分かる。ようやくこの手でニャンダールの血を絶やすことができる。ずっとこの日を待ち望んできたのだ。どんなことがあろうとコロネール王国は渡さんぞ。さあ来いエヴァン、ここで終わらせてやる。
去二代にわたって私の悲願を邪魔す。中大院、これ以上き中大院様、その者たちを殺さね。そうだ、自由。中大院、ダリシンの言うことに耳を貸すな。そいつニャウ族は皆殺しだ。いでよベルガシン。うお。私の新玉戦は貴様何者だ。うお。この国は随分と手こずらせてくれたな。やりました。ダリシン。すみませんね、中大院様。ラウゼオの言葉より私の嘘を信じて。なんだ。あのお優しいラウゼオ様があなたに吹き込んだことは。ダリシン。人とはそもそも裏切るものなのですよ。あなたがラブ…さあ、ハムナル様。そうだな。ハムナル。人とは裏切るものなの。全く苦労した。国王は愚か、その副使。ようやく聞いたのがこんな下っ端とはな。だがこれで私の悲願は達成。ベルガシン、破壊神に落ちてしまったか。中大院、僕も協力する。ベルガシンを沈めよう。
ねえ、これはこんなにもラウゼオ様は私を、それなのに私はあの方をこの手で。重大、久しぶりだな。国王陛。何も言うな、重大。二つの種族の溝は深かった。それが一歩前進。私は。どちらかが支配するという形ではなく、それを中大に。ラウゼオ様、なぜ？私は常に私以上に先を見抜く力を持ち、少し慎重すぎるところもあるが、それはラウゼオ様、ゴロネールは私の愛する国。ラウゼ御意。では中団員よ、私はラウゼ。さらばだ中団員。お任せ。中大員、僕は新しく生まれ。分かっております。それが我が主。ありがとう、中大員。大きくな。私は種族の隔たりを越え、エスタバニアの王よ。ラバンの約定を結ぶと誓おう。共に守ろう二の国を。それからのゴロネールは驚くほど変わった。ゴロネールはニャウ族に対する圧政をやめ、ニャウ族に再び平和が訪れる。ニャウ族は差別意識を改め、マーウ族は憎しみの気持ちを忘れることにした。長い間続いた差別意識はそう簡単にはなくならない。しかし少しずつ溝は埋まっていくだろう。よくやったね、エヴァン。ありがとう。中団員と和解でき、でも、ベルガシンの新玉線が奪われてしまった。エヴァンなら大丈夫だよ。これから二の国は、一つにまと。うん。でもまだ終わりじゃないよ。
四つの新玉線。この時をどんなに待ち望んだことか。これで我が悲願を達成することができる。嫌な感じ。おい、第9章王となる者。エヴァン様。you
あの、よろしく。ありがとう。ちょちょ。
がありますように。
合図や。うん。よし。
Thank you.
なんや。
よし。ありがとう。こんなに集まってくれたんだ。ロビはもっと欲しかったな。カラクリ出てきた兵士が出てきた。どいたどいた。これよりゴーラが生み出した次元結界を解除するためには結界を作り出すこの塔の破壊のタイミングが少しでもずれれば塔は落ちる。つまり国ごとに一つの塔を叩けばいいんだな。
まったくだ、我が国。皆の者、よく聞け。それぞれの国が4つの党の攻略は、守護神ごとに最適な5カ国の混成チームで行くべきだ。混成チーム？そんな無茶。いきなりよそと合わせろなんて、下に負担を押し付けるな。非効率だ。エヴァン、みんなよく聞いて。5つの力の結束がなければ勝つことはできないんだ。みんなは支えてくれてるけど、僕はまだ国王になりきれていない。僕が頑張れ。ゴロネールを追われた時、新しい国を作ることをアルに。最初はその約束、アルが僕の頭の中で敵を取っ、でもそれは僕自身の勝ち。僕自身がアルの敵を討ちたいって思って、でも今は違う。国を作るためにたくさんの仲間を作り、共に戦う。国づくりの道のりは険しくて、泣きたくなることだってたくさんあった。でもみんながいたおかげで今までな。だから僕は思うんだ。僕たちなら作れるよ。ここにいるみんなが一つになって作るんだ。そんな素晴らしい国も。そのために僕たちは戦うんだ。最後まで戦い抜くんだ。みんなで勝ち取ろう。世界に平和をもたらすための勝利を。兵たちの心を動かしたようだ。さすがだな。うん、エヴァンはすごいよ。エヴァンの演説で士気を上げた兵士たちは、邪神ゴーラの討伐のためモーヤ大陸へと向かった。これより各王の下で各国の兵士たちが金剛軍を編成し、4体の偽守護神の同時撃破という難関に挑むことになる。
この戦いを勝利に導く。おい、わしに続け。よし、逃がしてない。
はまだまだ現役だ。行くよ。負けるな。落ちて。我が命はまだまだ現役。わしに続け。Thank you.
行こう。全軍前進。おい、今がチャンスだ。今がチャンスだ。この作戦で逃がさない。
皆様のおかげですわ。行くよ。うわ、暴れ足りねえ。みんな行くよ。今のチャンスを逃さない。Hmph!